はい、皆さんこんにちは。今日は生理をテーマにしていこうと思ってます。男性の皆さん、生理についてどのくらい知っておられますか？ちなみに私はよく分かっていません。学生の頃になんとなく教わったことしか知らなくて、まあ、なんかデリケートなことなのかなとか思って、考えるどころか知ろうとも思ってませんでしたね。申し訳ありません。まあ、多くの女性は生理によって心や体にアンバランスさが出てくるということで、男性はそこにどう向き合っていけばよいのか、それを今日は考えていきたいと思っています。まず生理についてですけども、およそ28日から31日、個人差はありますが約1ヶ月周期で子宮内膜が出血を伴って剥がれ落ち、体外へ排出されることです。下垂体ホルモンや卵胞ホルモン、黄体ホルモンが相互で作用し合い分泌されていくことで、子宮の内膜が厚くなり排卵が起こり、妊娠に適した状態になりますが、妊娠が成立しなかった場合にホルモン量が減少していくことで内膜が剥がれ落ち、血液とともに子宮口から排出されるというメカニズムになります。ホルモン量が増えたり減ったりしていくので、生理前と生理中に心と体の不快さが症状として現れるということです。これがいわゆる生理痛と、生理前の黄体期に起こる症状は PMS 月経前症候群と呼ばれています。PMS と比べてより症状が重く、特に精神的な症状が強いのが PMDD 月経前不快気分障害と呼ばれています。生理中の症状は月経困難症と言います。いずれも症状は個人差がありますが、下腹部の痛み、肌荒れ、出血による貧血状態、理由もなくイライラする、不安になる、落ち込むなどがあり、もっと症状が重くなると嘔吐を繰り返したり立っていられず寝込んでしまうなど、心も体もかなりの不調をきたします。こんな状態が毎月のようにやってくるということですね。大変です。女性の多くは生理によるこれらの症状によく悩まされているということです。さて男性の皆さん、奥さんや彼女、お母さん、お姉ちゃん、妹、それから年頃の娘さんなど、女性と暮らしている方、それからみんなの家のように女性が多く活躍している職場にいる方、あとは学生さんも同じです。我々男性はどのように向き合っていくのがベストでしょうか？生理中の女性が男性に望むことベスト3というのがあります。第3位、とにかくそっとしておいて、なんもせんでいけ、とにかくほっといてくれと。第2位、不安定な私を優しく受け止めて、怠けてませんと、怒ってもいませんと、ホルモンのバランスが崩れてんだよ、そういうことだそうです。第1位、家事を手伝って、洗濯に料理に、掃除、それから子育てをしている家庭であれば子供の面倒を見てよとか、何か感じることはありましたか？わしは仕事で一日疲れてきとんだぞ、飯を作れ、風呂を沸かせ、パンツ洗えみたいな、そういったね、男性がこう偉そうにしている時代はね、もう終わりました。とっくの昔にね、終わったみたいです。なのでね、もう男だからとか女だからとか、ね、ああしろこうしろこうすべきだみたいなことはね、もう今の時代には合わないということです。ですので、まあ、ちょっと家事を手伝っていこうということで、洗濯しときましょう。料理ができなかったらせめて皿洗いしときましょう。で、掃除しましょう。ゴミ捨て行きましょう。買い物して帰りましょう。女性の体と心を理解して、男性がどれだけサポートできるか、
ていうのが、まあ、一つポイントになるところですが、一方で男性から女性に、まあ、こうしてほしいなと思うことがあるとしたら、まあ、自分が生理になったら体や心にどんな変化が現れるのかっていうのを、まあ、伝えておいてもらえると、何をサポートしていけばいいのかというのが、まあ、より明確になるということです。人間大きく分けて男と女しかいません。互いに関心を持つことが大切で、男女の違いを知ることが多様性を認め受け入れる社会を目指す第一歩にもなるんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ、以上になりますが、まあ、男性特有の何かっていうのは何かありますかね。まあ、加齢とともに臭くなるみたいなことですか。最近私よく言われます。お父さんがいた部屋はなんか臭いと言われますね。臭いです。すいません。それでは皆さん。